い、こんにちは、純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はちょっと限定酒をご紹介したいと思うんですけども、三重県大台町のですね、源坂酒造さん、まあ、普段はあの酒屋八兵衛の銘柄で八田でもね、皆さんご存知かもしれませんけども、まあ、そちらからの限定酒ですね、こちらの4号瓶になっております。はい、まあ、ちょっとチャレンジ酒ということもあってですね、どこにも酒屋八兵衛と書いてないんですけども、こちらご覧ください。トーキンラウド&セインサムシングということでですね、まあ、英語が拙い私でも、まあ、なんとかギリギリ読めるかなということですね。まあ、こちらはですね、まあ、意味のあることを大きな声で発信していこうと、ね、言っていこうというね、まあ、そんな意味が込められてるんですけども、まあ、源坂酒造さんのね、新平くん、ね、まあ、こういう音楽にも結構精通しておりまして、まあ、たまにね、そういうヒップホップとかのライブにね、自分自ら立ったりもね、されている方です。で、まあ、今回はこちらのチャレンジ酒なんですけども、実は私も飲むのが初めてですので、まあ、ちょっとこう先入観なしにですね、飲んでみたいと思います。まあ、酒屋八兵衛と言いますと、まあ、旨味を生かしたお酒、ね、まあ、かつですね、後口ちょっと爽やかさを感じるようなね、そういった食中酒がね、メインとなってきますけども、まあ、そういう味わいをね、踏襲しているのか、それともね、全然別の味わいなのかということをね、見たいと思います。はい、まあ、口開けのお酒ですね。はい、まあ、色味はね、まあ、非常にこう健全な、色味かと思います。うん、あ、でも香りがですね、ちょっと爽やかですね。まあ、少しこう若いね、ハーブのようなそんな香りがあります。なので通常のですね、源坂酒造の酒屋八兵衛に比べると香りがこうちょっとね、軽いといいますか、爽やかに感じられると思います。いただきます。うん、おお、はい、全然違いますね、今までの酒屋八兵衛とはですね。多分これはちょっとね、飲んでも酒屋八兵衛の蔵元さんが作ってるお酒だよと言われないと分かんないですね。はい、言われても分かんないかもしれないですね。まあ、そのぐらいこうだいぶイメージがね、ガラリと変わっております。うん、まあ、どう変わってるかと言いますと、まあ、非常にこう爽やかに酸があるんですね。まあ、通常の酒屋八兵衛に比べると旨味はだいぶね、抑えて作られてるのかなと。で、まあ、酸なんですけども、まあ、これはもう完全にリンゴ酸ですね。はい。まあ、夏を意識されてるのかも、な、というね、イメージですけども、まあ、リンゴ酸が非常にこう、じゅわっとね、広がる。まあ、そういうね、ちょっとこう、甘みと、爽やかな、こう、酸ということでですね、夏場に、まあ、多分ね、そろそろ夏も終わってきますけども、暑い時に冷やしてですね、飲んでいただきたいなと思います。まあ、ちょっと氷を入れてですね、キンキンにしてね、飲むのもいいかなと思いますし。まあ、度数もちょっと多分これ低めですね。はい。なんとかな、14度で作られておりますね。はい。まあ、ですので、まあ、ちょっと氷で割るとやや薄くなりすぎるかもしれないんですけども、氷を1個ね、入れて、飲んでいただくのも、まあ、非常に美味しい飲み方なのかなと思います。まあ、合わせるものとしては、そうですね。まあ、あまり和食というよりは、洋食。まあ、いわゆるこう、フレンチドレッシングを使ったサラダとかですね。まあ、カルパッチョとか白身魚ですね。まあ、そういったものと、爽やかに合わせていただくのが、まあ、白ワインの代わりにね、飲めるような、そんなお酒だと思います。はい。というわけでですね、ちょっと今回は、酒屋八兵衛さんのですね、チャレンジ酒ということで、まあ、4号瓶ですね、すぐなくなってしまうと思いますので、まあ、見かけたらぜひ、オーダーしていただきたいと思います。はい。では、本日はですね、三重県大台町、源坂酒造さんのチャレンジ酒ということで、こちらの、トーキンラウド、アンドセインサムシングご案内いたしました。では本日もご視聴どうもありがとうございました。